今日は札幌スターラウンジから入りましたね。はい、札幌スターラウンジ、ちょっとあの札幌を宣伝しようと思いまして。相手が日本ハムだから。相手が日本ハムやから。あーね、あのおはようございます。おはようございます。今日もご視聴誠にありがとうございます。ありがとうございます。昨日は車の中で夜を撮ったんですね。はい。ね、あのメッセージの中で、はい、たまにはああいう形もいいですよね。でも。でもたまにはですよ。そう、僕もね、あくまでもたまにはですよ。でしょっちゅうするなということですね。僕もそれ今日お伝えしようと思ってました、はい、こんなことありましたよって。あのどう思いましたそれは。あの僕は楽しかったんけどなと思ったんですけど、はい、まあ、それがきっと民意なんやろうなと思いました、うん、そうね、はい、たまにはいいけど毎日やるなよということですね。そういうことです、はい、今日はやめときましょうか。やめときましょう。あの昨日でもさ、はい、真っ暗だったね。あの真っ暗でしたね。このね、うん、あのカメラ上ではもうちょっと明るかったんですけど、再生見たらもう田畑美は何も映ってなかった。そうなんですよ、ね、はい、という感じで、今日はファイターズとのゲーム、まあ、あのナイター明けのデーゲームってね、はい、あのまあ、選手も大変なんだけどスタッフも大変なんだね、やっぱりね。本当に技術さん大変ですよ。特に早くからねお越しになってますからね、うん、であとあの質問で、はい、毎年この音楽登場曲が選手変わるんですけども、はい、あれはなんかアンケートかなんか取ってるんですかっていうね、あの質問があったんですが、アンケートどころか、うん、選手からリクエストが来ますもんね。そうですね、はい、バンバンリクエストが来ますね、この曲にしてください、うん、でそれもそれだけじゃなくて、この曲のこの部分から、ね、頭から5秒後から出してくださいと、すんごい細かい指示が選手から来ます。そうです、だから選手の皆さんがすごいこだわっててね、うん、あの登場曲には。そうです。でそれをまあ球団側に伝えてきて、それが音響さん担当にまた伝わってということで、はい、でまあ、それを編集しながらということでやってます。アンケートではなくて、選手の方からのリクエスト、できるものならやりたくないという。あの音響さんのね、いやだって音響さん大変ですよ、編集するの。編集も大変だし、で打席によって変える人もいるじゃない。そうですね、あの偶数打席と奇数打席、普通の時とチャンスの時でまた変えてくる。そう、オリックスは一番多い方で3曲かな、うん、ありますね、1試合の中で3曲ね、はいはい、だからそういうのもやっぱりリクエストできますからね、うん、でしかも、本当何章説明から言ってくださいとかさ、そんなんありますから、あります、まあ、大変ですよね。大変です、そういうのに、答えているということなんで、うん、まあ、それで選手が気持ちよくバッターボックスに入れるなら、うん、みんなそれはサポートしましょうということなんでね、うん、なんかこう野球の話を避けようとしてません？僕あの感じてました、はい、いつもあの試合前の、ね、見どころとかのレポートをされるのに、はい、全然今日の見どころ話し合わへんなと思って。はい、見どころ見どころ頑張れ頑張って、その一言ですね、まあ、本当そう、もうそれになるのね、うん、で、まあ、今日山崎幸也が先発して、うん、まあ、ファイターズ相手、去年の数字見たら決して良くないんだけども、うん、ただあのこの球場京セラのマウンドのやっぱり成績が一番いいのね。あ、うん、で、まあ、本人にそれなぜかと聞くとね、はい、でやっぱりその、まあ、マウンド、まあ、本拠地というのももちろんあるんだろうけども、うん、それよりもやっぱりそのマウンドが一番僕には合うと思いますと。まあ、それは傾斜であったりね、硬さであったりということなんでしょうけども、うん、あのまあ、そういった意味ではこの京セラというところではね、やっぱりこのいいイメージ本人持ってるみたいなんで、うん、であの前回もあの立ち上がり苦しんだのね、あの楽天戦で、まあ、その後なんとか粘って抑えたで、まあ、本人もそこで、まあ、今日も立ち上がりということなんだけども、中嶋監督があの前回登板の後にその山崎幸也投手の、ピッチングに関してね、うん、毎回毎回立ち上がりって言ってるんだからそろそろ改善してくれと、結構あの辛口のコメントを残してましたので、ね、うんうん、まあ、一つその立ち上がりに今日は注目していきたいなと思います。で、あのその中嶋監督の言葉で言うと、まあ、昨日はミスが全てというコメントありましたよね、はい、で最後に、ある一言を言い放って会見切り上げて出ていった、はい、でその時 の, あのやっぱり語気はちょっと強めだったんだけども、はい、ピッチャーがこれだけ頑張ってるんだと、ね、でそこで野手が援護してあげないと、うん、あるいはちゃんと守ってあげないと、うん、ピッチャーが壊れてしまう、あ、そして試合も壊れるという言葉を言い放って、もう自ら会見場を後にしたんですよね。やっぱ相当やっぱ昨日の敗戦というのは中嶋監督の中でもやっぱ悔しかったというゲームだったと思うんですね、うん、で本当にあのこのままだったら本当ピッチャー頑張ってますから、うん、野手が頑張らないと、うん、ね、打って守らないとピッチャーも壊れるし、うん、試合も壊れる、でもあの監督のなんかもう
本心というか、まあ、悲痛の叫びだと思うんですけども、そういうコメント、メッセージを野手が、まあ、どう捉えて奮起してくれるかということですね。で上沢投手、まあ、オリックスは去年も一昨年も基本打てていません、まあ、あの去年も一昨年も対戦が1回ずつだったんで、はい、あまりこうサンプルにはならないんだけども、上沢投手も今年開幕投手で、まあ、1戦2戦と打ち込まれてるので、ね、で0勝2敗でしょ。で、まあ、今日にかける思いっていうのは相当強いはず、しかも、まあ、自分としては自身としては相性の悪くないオリックスなんでね、まあ、逆に言うと打てていないオリックスが噂をまあどう攻略するか、まあ、ここですよ。だから中島監督が言うようにもうとにかく野手陣が奮起して、ピッチャーを助けてほしいという、まあ、もうそれだけ、でもう僕らも同じ思いだよ ね、 やっぱりね。そうですね、見てる方は多分みんな同じことを思ってるでしょうね。みんなそう、ファンの皆さんも同じように感じてらっしゃるので、だからそこを、まあ、今日は期待したいなと思うわけで、はい、山崎幸也まず頑張れ、で打線も先に点を取ってあげて早い回にね、いい形で、まあ、ゲームを進めていければと、はい、いうことなんでね。で、まあ、昨日、おとといいい形で千葉で勝ってね、はい、で昨日またこの打順もメンバーも変えてきた、まあ、もちろん昨日は足立選手が、まあ、お休みということもあるんで、まあ、そこは変えないといけなかったんだけども、今日足立選手はしっかりとバッティング練習も行っていましたし、まあ、今日はおそらくスタメンだと思うんですね、だからこの辺でどういうまた打順あるいはメンバーを組んでくるのか。昨日は紅林と佐野皓大を、中島監督はスタメンから外しました。でこの意図はどうなのか分かりません、休養というのもあったのかもしれないし、あるいはその、まあ、ちょっと、気分転換というのもあったのかもしれないし、ただ今日のゲームでどんなオーダーを組んでくるのか、これ一つ注目ですよね。ファイターズ昨日勝って連敗7で止めたんだけども、やっぱり、バファローズもこのままね、連敗するわけにはいかないんで、相手は難敵上沢ではあるんだけども、どんな、今日試合するのかっていうのをそこをちょっと今日は注目していきたいなと思いまして、札幌スターラウンジから、ファイターズ戦の前に喋っております。今どんな角度か、ちょっと田辺さん、はい、グラウンド見せて。ちょうど一塁ベンチの上ぐらいですかね。そうですね、ここは一塁側ですね。ちょうどアナブースの対局にあるのかな。あ、そうですね、これぐらいですね。そんな感じだよね、はい。ここで喋って、今ファイターズのこれからバッティング練習が始まろうというところですね、はい。はい、というわけでまた試合後に、今日もまた運転しながらやろうかなと思ったんだけど、たまにはいいですね、あくまでもたまにですよという、これいいですね、このフレーズ。あれはちょっとね、傷つきましたね、はい、僕は。本当に、はい、毎日やんなってことだもんな。そういうことですよ。要は出てるお前がいらんねんってことですよ。いや、そんなことないですよ。結構ね、うだうだ喋りながら20分な、はい、楽しかったんですけどね、はい、まあまあ、視聴者の意見はもう一番聞かないといけないので。そう、はい、まあでも逆に励ましのメッセージもお待ちしてますよ。神戸君がこのままだと落ち込んでいくんで。そう、僕が壊れてしまうんで。ほんま、はい、そうやな。そう、神戸が壊れるかこう飛躍するか皆さんのコメントにかかってる。よろしくお願いします。ね、もう、はい、お前はもうこれ以上もうどうにもならない。いやいや、そんなことない。神戸はこれからの子やから。いやいや、だから皆さん、神戸雄介に温かいコメントを。すいません、お前さん、ありがとうございます。はい、田畑美和に温かいコメントを。そうですね、はい、ついでに山根七瀬にも温かいコメント。そうですね、山根七瀬、元気か。東京で頑張ってます、新しい事務所決まってね、うん、はい、女優に向けての、生活が始まっておりますんで。なんか5月に帰ってくるって言ってた。あ、そうなんですね、来れたらいいですけどね、球場とか。ちょうどね、ゲームがない時だし。ああ、そうか、残念やな。というわけで、今日も試合前のカズチューブご視聴ありがとうございました。まあ、この時間もあんまり見られない時間帯なので、はい、とはいえね、とはいえやっぱり1000人近い方が見てくださるんで、それはありがたいよね。すごいですよ、はいはい、神戸雄介に温かい清き一票、はい、壊れる前にお願いします。絶対壊れないですけどね。結構メンタル強いです。大丈夫です、はい、今日もご視聴ありがとうございました。また後ほど、ありがとうございました。